その一夜過ごしたら、もうしょうがないわ、もう 5リッターぐらいしかないわけだから、どっか5リッター探せるところで避難所探そうということで、朝方空いてたから出たんですよ。そしたらカバナの町、小学校すぐ目の前にあるの。あ、ここへ逃げ目やって、カバナの町小学校へ14日間避難したんですよ。その時にカバナの町小学校の校長先生、またはその町内会の人たちが立派だったのか、ペット同伴は部屋を分けてくれたんです、学校の中で。まちまちなんだよね、避難所によっては。小学校でもダメだっていうところもあるし、我々は校長先生の祭壇なのか自治会の祭壇なのか分かりませんけども、お年寄りの飾るのの効かない人のいわゆる教室と、ペット同伴の教室、その以外の人は体育館。それでその中にその石油ストーブだとかああいうのを設置してくれて、それで我々はペットとあったかいところで住めたっていうのが、その14日間は幸せだった。一番やっぱじゃあありがたかったのは支援物資、いろんなものが来ましたよ。だから例えばどういうのかな、下着、もう下着なんかないから、それで買うまでに店が開いてないから、もう1週間2週間もうその着の身着のままですよ。その下着が「はい、下着でーす」って言われた時にはもうどんな柄でも 柄でも大きさでももう関係なくもらいましたよ。俺で体洗ってねえからすぐ履き替えてね、それはもうゴミに入れて捨てましたけどね、体育館で。だから俺でさえそうだから、女性はもっと大変だったんじゃないかな。風呂に入れなかった、1週間10日ぐらいは。それで10日目だったかな、ようやく体育館の中でカレーライスとそれからスープが出たんですよ。これがね、初めてあったかい。ご飯もあったかいし、カレーライスもあったかい、スープもあったかい。それまではあんぱんだ、それから乾パンだね、乾きもんだ、でもう冷たいもんばっかりじゃった。その時にはうわって泣けたね。本当にね、あったかいものっていうのはね、心揺さぶるのよね。それでふわーっとね、気がね、何時かな、今まで張り詰めた、ダメになった。あのあったかい食べ物っていうのは抱けちゃうよね 考えると。あれはね、本当に嬉しかった。カブロ小学校は何、地震で少しやられた、危ないからということで、若林体育館に行ってくださいということで、若林体育館へ我々アラームの連中が行ったわけです。それからが大変で、若林体育館ではペット同伴ダメだっていうんで、車の中にペットと一緒に夜は寝させてもらったんですよね。それで館長とお話しして、なんとかしてその何ペットの同伴の部屋、または夜の11時から朝の4時ぐらいまでは部屋を与えてくれて、それでペットと一緒に寝させてくれないかという話をしたら、ダメだと。まあそれはね、規約であんのかなんかわかんないけども、今度ペットと一緒に寝てるからこっちも参っちゃうんですよ。それからシャワーが体育館ではあったんですよ。奇数日は男性だったかな、偶数日は女性だったかな。で、4台か5台ぐらいしかないんですよ。それをこう分けて、シャワーを
でも何人ぐらいで使うってことになるんですか。300人ですよ、それ入ってるの。300人、それじゃあいつお風呂に入れるかっていうか、支援隊で、うん、秋湯だったかな、うん、いや、うん、あの、うん、温泉の、うん、いわゆる日帰りが、うん、送迎があったんですよ。山形とかね、へえ、はいはい、山形とか、ね、うん、だから何月何日にあの温泉行きますよと、日帰りですよって言ってバスが来てくれて、じゃあ行こうかっていう連中が乗って、まあ午前と午後に分かれてたのかな、あの時、うん、そういう風な生活でしたね。若林体育館で、それどんくらいいたんですか。若林体育館はいつまでいたんだっけ。4月の7日でしょ、5月の8日に仮設に入ったから、1ヶ月以上いたんですよ。この生活もまた大変だね。プライバシーはないし、だから仮設に入れたのもものすごく嬉しかったんですよ、うん、これだけ狭いあれだけども、いわゆる壁があって、うん、お隣さんがの前でズボンを履き替えるの見られないし、お隣の人のパンツ履き替えを見ることもないし、テレビで津波のシーンがワン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 来た時にはもういいよって思ったの。もう原発の方へ移してよ、うん、つまり話題を、うん、だからそれ見る、あれすると思い出すから、津波で家流されて、なんだよ、のっぱらになってるところのね、うつ、もういいよっていう時もあったんだけど、うん、落ち着いてくると、うん、いろんなね、その落ち着きがこうやっぱ山谷があるんだよね、うん、だから落ち着いてくると静かに見れる時もあるし、だから一番激しかったのは、面白かったのは、自分でも面白いなと思うのに、今かのその十何日間の体育館じゃない、カバの町小学校にいた時、うん、すごいハイテンションなんですよ、うん、パーカーパーカーパーカー喋る、どっちかっていうとおしゃべりの方なんだけども、うん、次から次へと喋る。だからそれはね、多分その津波で、ね、家がなくなったことを忘れさようとして、うん、テンションが高くなってると思うんですよ、うん、それでそれがね、だん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 テンションが低くなってくるわけですよ、うん、そして今度は若林の体育館があったでしょ、あそこでもまたテンションが高いんですよ、うん、周りがそういう人たちだから、そういう話になるわけだから、そうすると忘れようと思ってやっぱりテンションが高くなる、それから仮設に入ったんですよ、そうすると落ち着くわけですよ、落ち着くともう見たくねえよなと思うし、それからじっくりと次の将来のことを考えてるわけですよ、何しようかな、家の中でローン組まなきゃいけないかなっていうのが、体育館避難所で考えたこともなかったことがいろいろ頭の中を読み入ってくるわけですよ、子供のところに世話になろうかなとかね、そういうふうなことが、そうするとやっぱり鬱になってくるんですよ、今までってハイテンションだった状態がうわーってこそ鬱になってくるんですよ、